私の好みよく知ってますよね。これこれ、待ってました。それにしてもコアクリスタルに触れるとブレイドが生まれてくるだなんて、やっぱすごいよな。私たちブレイドの本体はコアクリスタルと呼ばれる宝石に似た素子なんです。触れたものに適性があった場合のみ、自身の体細胞を増殖させて分離体を生み出す。それがブレイド。つまりドライバーとコアクリスタルが運命的に巡り合ってこそブレイドが誕生するということじゃな。不思議だな。なんでそんなことが起こるんだ。さあ、それは誰にもわからんよ。いにしえからそういうものなんじゃ。生まれ出るブレイドの容姿は千差万別。人に近いものから私のようなものもおります。ドライバーの個性や精神が反映されているって説もあるね。ドライバーとブレイドとの出会いはとっても神秘的なんですよ。あの時ホムラは泣いていた。ホムラもさっきのブレイドみたいに誰かから生まれたんだろうか。天の聖杯って一体。一同、抵抗するな。奴ら帝国軍じゃな。しまった。何なんだお前たち。その者、帝国にあだ名反逆者、イーラのものであろう。イーラ？ニアは違う。そうか。白き獣のブレイドを連れたグーラ人のドライバー、手配書の人相書きにそっくりではないか。人相書き、これだ。似てる。なんだって。いや違う、似てない、全然似てない。ってこんなことやってる場合じゃない。そっくりだからってどうなってんだ。ちゃー。ふん。ところでお前、見たところお前もドライバーのようだが、登録ナンバーは。え、登録。すべからくドライバーとなった者はアーケディアへ届け出なくてはならない。登録ナンバーがないということは、さてはお前、モグリのドライバーだな。違う、俺は。お前たちを連行する。申し開きは領事閣下の前でするがいい。レックス、今から私と別個で仕掛ける。その隙にあんたたちを入れな。そうはいかないよ。これは私と別個の問題だよ。あいつは今お前たちって言った。なら無関係じゃいられない。たく、相当頑固だねあんた。じっちゃんにもよく言われる。じゃあ 1,2,3 でいくよ。私たちは左、あんたたちは右。 OK。 いつでも。じゃあ行くよ。抵抗するのか、来るのか。 1,2,の。 ひらむな、相手は少数、取り囲んでヒットラーロー。3。俺たちの力見せてやろう。はい、一緒に頑張りましょう。はい、出せ。やらせかよ。横目、はい、出せ。やったんだ。やっ、やらせかよ。はい、出せ。やっ、やらせかよ。はい、出せ。そこだ、パワーチャージ。横目、やらせかよ。はい、出せ。なんか伝わってくる。そこだ、
おとなしくしろってんだ。よこめ、やらせるかよ。はい、出せ。おとなしくしろってんだ。バッシュ。はい、俺だって。やっつけ、よこめ、やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。いつでもいけるよ。やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。そこだ。よこめ、やらせるかよ。おとなしくしろってんだ。ダブルスピンエッジ。やっぱすごくない？よこめ。いいね。崩れろ。はっ、なんの。たっ。おとなしくしろってんだ。決めてくれ。よく、ここまでか。ノバ。強い。たった二人なのにこうも強いとは。やはりドライバー。レックス、今だ。なあ。なんだこの炎の壁は。騒がしいですね。せっかく束の間の休暇を楽しんでいたのに。カグッチか。カグッチ、ブレイドか。でもドライバーは。私のドライバーは現在ある任務で遠征中です。今は私一人。ドライバーがいない。カグッチ様はセルビアの王子とも呼ばれる帝国最強のブレイド。ドライバーなくしてもこの力完全そう。カグッチ様、この者たちはかのイーラの手の者。ぜひともカグッチ様のお力をお借りください。イーラ、水玉色のクワクリス、まさかとは思った。いいでしょう。ですが、各警備長、摂政の禁じます。彼らを生きたまま捕らえなさい。はっ、おい、例のものを。はっ、俺たちの力、見せてやろう。行きましょう、レックス。弾いたの。はい、出せ。気合入ってるね。調子が上がってきたよ。はい、出せ。あいつに集中。了解。はい、出せ。じゃあ、パラデラジ。アンカーショット。いいじゃん。だよね。おとなしくしろ。準備 OK。 はい、出せ。 OK。 ソードバッシュ。はい、出せ。はっ、ダイエッジ。ありがとう。決めてくれ。行きます。ブレイブ、ニーシャロー。敵の弱点、これでも食らいな。いい、ね、私たちの思いが一つ。絆の力、見せてやろう。崩れろ。ソードバッシュ。投げろ。はっ、はっ、ジャガー、クラッチ。今です、回復しよう。ニーシャだよね。パワーチャージ。ダブルスピンエッジ。大丈夫です。ありがとう。ありがとう。かげろ。バッシュ。がイグロイ、あたしにやらせて。オッケー。はっ、いけます。アンカーショット、急いだ。じゃがー、かげろ。ノバ、あたしにやらせて。サンキュー。いけー。はっ、いけー。みんな気合い入っ、リンコ。バッシュ。いいじゃん。はっ、はっ、はっ。俺たちの攻撃を弾いた。あの人強い。ドライバー抜きであれか。諦めるな。こっちは二組だよ。
からのエーテル流を遮断されては得意のアーツも打てまい。ブレイドにも弱点はあります。その一つはこれ、力の源であるエーテルの流れを遮られること。いや、ビャッコ逃げろ。レックス、私たちに構うな。無理言うな。見捨てるなんてできるわけないだろ。あんたにはあんたの目的があるだろ。でもそれを果たせ。レックス、今は引け。それしかない。でも逃がしません。レックス、くそー。うわー、水。今だ。この水流の中であの技、天の精はやはり本物。おーい、こっち、こっち、こっちだも。逃がしてあげるも。君は。ありがとう、助かったよ。でもどうして俺たちを。なんとなくも。なんとなくっていうのは嘘も。本当言うといっつも威張り散らしてる兵士に完成したばっかのロケットカムカムをお見舞いしてやろうと思ってたもん。そこへちょうど兄ちゃんたちが追われてきたんだもん。外れて水道管に当たっちゃったけど結果オーライだもん。そうか、さっきのは君が。トラだも。トラっていうのか。俺はレックス、こっちはホムラ。よろしくお願いします。よろしくも、モフフ。実は助けたのにはもう一つ理由があるも。理由？ま、それはトランチについてからゆっくり話すも。こっちだも。同行者と思われる子供とブレイド一体は逃しましたが、手配書の娘とそのブレイドは捕らえることができました。引き続き町の治安維持に。ねえパクス君、僕が何て言ったか覚えてる？は？僕は水玉色のコアクリスタルを持ったブレイドを捕らえろって言ったよね。誰も手配書の、それも賞金1万5000程度の小娘を捕らえろなんて言ってないよね。で、ですが、彼の者はイーラの。大事なことだからもう一回言おうか。僕は水玉色のコアクリスタルを。あの、モーフ様。何？水玉色とはどういった色なのでしょうか。すっ、緑色。緑、わかる？これ、この色、これが緑色。見えてる？ちゃんと見えてる？ああ、緑色。あ、そうでしたか。
水玉とは緑色の。もうバカ、水玉色のブライドなんてまずいないでしょ。一目瞭然でしょ。それをあんな猫型の普通のブレイドを。 お言葉ですが、あれは猫型ではなく虎型。うるさいバカ。なモン様。何、ノックぐらいなさい。失礼いたしました。モン様、メレフ様が。え、本国からメレフ特別執権官がたった今、今港に到着されました。なんですって。こんなところに家が。ここは裏口も玄関は向こうにちゃんとあるも。ほんとだ。うひゃー、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいも。トラ、そこから雲海を見るの大好きなんだも。素敵なお家ですね。もふふ。ところでレックスの兄貴。あ、兄貴？助けたも一つの理由なんだけども、実はトラ、ドライバーと仲良くなりたかったんだもん。へえ、トラドライバーに興味あるんだ。当然だもん。ブレードと一心同体になってすんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。ねえトラ、その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、兄貴っていうのとはちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだもん。偉いんだもん。威張り散らすもん。威張り散らしはしないけど。よし、わかった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でもお供とかじゃなくて友達になろうぜ。兄貴のお友達になるも。やったも。なんだか変わったやつだな。そうだトラ、この町のことを詳しい？もも、軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？ニアとビャッコを助けなくちゃ。やはりそうきたか。それって兄貴と一緒にいたドライバーとブレイドのことかも。そうさ。もう、それは街でいろいろと情報を手に入れないとわからないも。それよか、まずはご飯食べるも。運動した後はご飯食べないと考えまとまらないも。わしも腹が減ったぞ。ご飯は後でいいよ。今はニアとビャッコの居場所を知りたいんだ。ほら、やっぱ兄貴もお腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか。ホムラ、料理できるの？煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。おお。かき氷とかはちょっと苦手かも。まあそうだよね。
いい献立を思いついたんです。楽しみにしていてくださいね。うまい、うまいよホムラ。うまうまだもん、ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった、久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。でも不思議だもん、ホムラちゃん火を使うブレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな、あの家具土とかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うブレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界にはエーテルっていう属性の力があるもん。火とか水とか風とか他にもいろいろあるもん。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするもん。で火は水に弱いもん。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。全く衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もう火じゃないのになんで火の力使えるも？それには結構複雑な事情が。どうしてもその複雑な事情すっごく興味あるも。それはその。やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい、そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さ、それよりニアを助けること考えよう。まずは町に出て情報を集めないとだもん。しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん、トラにいい考えがあるもん。命令特別試験か。いかがなされました、突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいにくその手のものは苦手でね、常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます、メレフ様ほどのお方、万全の体制をもって遇さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう、これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。随分と早かったですね、到着は明日かと思ってたのに。カグッチ様、天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯なぜそれを。何か問題でもあるのかね、毛福。いえ滅相もございません。聞けばイーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。あてどのような。毛福君、どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ、誰だよそんな不細工に書いたやつは。確かにこれでは怒るのも無理はないな。何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。
仲間？見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど、いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレイド、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラも？レックスとホムラというのか。これなら私だってバレませんよね。ありがとな、トラ。さあ、兄貴の友達探しに行くも。どれどれ。
を守ってあげる。
誰が私を呼び覚ましたの？ぶっ壊してやる。私をメイ、一応よろしく。私は勇王、君に会えて光栄に思う。勝利のために私の全てを捧げよう。任せてくれ。活躍を約束する。到着。さて
一日の始まりだ。おはようございます。今日も頑張りましょう。腕が鳴るね。よっ、行ってきます。いまいちだったかも。帰り討ちじゃ。さあ
お宝探しの時間だ。よっ、ほっ、行ってきます。いまいちだったかも。いけね、先手を取られた。気を引き締めていきます。心強いね。アンカーショット、パワーチャージ。はっ、いいね。これってやっぱりすごい。そうだ、バッシュ。伝わってくる。ああ、これも同じ気持ち。よっちゃ、見つかったか。ダブルスピン。私たちの思いが一つ。うん、俺たちは誰も止められない。アンカーショット、イーグルアイ。いいね、いいね。いけます。オッケー、はっ。どんなもんだよ。参ります。いけー、プロミネンス、リボルト。